美薬効果があると言われているもの5選。身近なものから特殊なものまで、世界各国には美薬効果があると言われているものがいくつか存在します。その中で5つ取り上げていきたいと思います。もしかしたらよく食べているものがあるかもしれませんよ。1、ヨヒンビン。アカネ科の植物の皮から抽出される成分のことを指します。西アフリカで採取することができ、アフリカの原住民たちは古来より性的不全の治療や美薬として使ってきました。ヨヒンビンは興奮物質であるアドレナリンを増加させ、生殖器への血流も増加させます。しかし副作用として心拍数や血圧の上昇といった危険性もあります。バイアグラと同じほどの力を持つため、アメリカでは薬局にも置いてあるほどです。ですが自然から作られているため、バイアグラよりは副作用が少ないとされています。また薬のように機械的な催淫作用だけでなく、精神的な性的興奮を高める効果もあるとされています。薬局で手に入れることができますよ。2、サイの角。サイの角は印鑑などに使われるイメージがありますが、美薬としても密かに人気があります。信憑性が謎に包まれていますが、その由来はサイの角が希少なことにあります。東アジアでは昔から希少なものには不思議な力があると考えられ、珍しいサイの角もその一つでした。研究結果では角にはカルシウムが豊富に詰まっていて、サプリメントの代わりにはなるようです。希少価値が高いので、ロマンティックな噂が流れたのかもしれませんね。3、イカリソウ。世界各地に点在しているイカリソウ、何気ないこの葉っぱが美薬効果を持っているようです。日本では特に福島県が有名で、この葉っぱをお茶にしたら元気になったと噂になり、そこからイカリソウがブームに。中国では陰陽草と書きます。この草を食べた羊さんがとっても元気になってしまったからだそうです。秋に収穫されお茶として飲まれていますが、作用を増幅させるには35度以上の高いアルコールにつけると効果が出るようです。滋養競争作用があり、夏バテにも効果があります。あの陽明酒にもしっかりと入っていますよ。色は琥珀色、苦味はありませんが、薬草独特の匂いが強く、好き嫌いが分かれるかもしれません。美薬というよりは栄養ドリンクのような元気が出る飲み物です。4、アスパラガス。様々な料理に合う美味しいアスパラガス、栄養も豊富で歯ごたえもいいですよね。そんなアスパラガスは昔から美薬の一つとして数えられてきました。昔は栄養不足が著しく、そのため健康的な人に見えるようにするには苦労したようです。栄養豊富な野菜や果物も日常的に食べることができませんでした。それゆえ栄養豊富なアスパラガスは体力も精もつけてくれるので美薬と言われてきたことも納得できますね。19世紀のフランスではカップルたちは婚前にアスパラガスを食べる習慣がありました。特に男性は3日間食べ続けることも。アスパラガスは 120g 食べるだけで1日に必要なビタミンがカバーできるスーパーフード。心臓をはじめ体全体の血流を良くするので、美薬効果としてあながち間違いないかもしれません。5、生牡蠣。海の大豆といわれる牡蠣、ヨーロッパなどでも牡蠣を食べれば生殖能力に効果があると伝えられています。牡蠣にはグリコーゲンや鉄などの栄養素がたっぷり、特に亜鉛が多く含まれ、これがホルモンの原料であるテストステロンになります。
男女関係なく産院効果の高い食品として認知されています。生殖能力が低下している人は1日に2つ食べ続けることで回復すると言われています。貝類自体亜鉛が豊富ですが、ダントツが牡蠣と言われています。美薬効果の高い牡蠣は春に採れる春牡蠣、生で新鮮なうちに食べましょう。熱を加えるとアミノ酸の量が低下するため効果も下がってしまいます。牡蠣が苦手な人は菊ごぼうやマッシュルームにも似た効果があるので代用してみることをおすすめします。全体的に栄養価が高いものは美薬効果に結びついています。栄養ドリンクや漢方なども原材料は料理に入っているものだったりします。栄養素が心身ともに元気にさせてくれるんですね。必要な場合は薬よりもこうした食材からの摂取がいいでしょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。